ガンガン託してアルバムして短縮短縮っすね。アビリティが足りるか問題もあるんですけど、ゲージさえうまくたまれば生ききれる気はする。全部 OK だよね。まあ一人だけ全員シリーズ2で揃えてないんで、ちょっと火力が下がるのは心配なんですけど、でも踏みとどれないんで2で頑張ります。スタミナがアホほどありますからね。本当はナイトメアダンジョンに行くのはスタミナ上効率は悪いんですけど、あし来た来た来た。これね、マルチの時に今みたいなのが一番最悪なんですよね。うららちゃんと入れてるはずですけど、まあ、ちょっと一回見ますわ。超絶行って、バニッシュレイド、シャンウラーは、食らってからアルブムっすよね。チェイン、シェルが。で、一発目でガツンと来るんで、これね、この時にもアルブム入れます。全然耐えれるんで、まあ、シェルガが入ってからですけど、今シェルガ押すタイミングが遅かったんで。これ短縮プラスで、良きタイミングのところで、やっぱり、チェインが始まるんで、あとはフィリオくんとかで、きついね。パッションサルサ使えるんで、このバフっていうのもデバフか。デバフは結構バカにならないと思うんで、その分火力が上がりゃいいっすけど、やっぱダメージ総数は1000ぐらい下がってんのかな。いや、そんな感じはしねえな。あんまり変わりはないのかな。まあ、基本的にうららに託しときゃなんとでもなると思うんで、アルブムで回して時短作戦ってのは OK だと思うんで、早い早い。アルブムの力は偉大だ。アルブムの力が偉大すぎてビビってます。よしよしよし、順調順調。隕石ダメージはちょっときついんで、今託したんでバーストでもいいかな。バーストで踏みとどってもいい気がするな。どうせうららちゃんのゲージは溢れるほど来るんで、完全に溢れちゃうビーンラブになるから、次バーストでいきましょうか。バーストって全体回復も使えるようになるんで汎用性高くなるから、まあ、覚醒入れてもいいんすけどね。途中で倒れるってことはないと思うんで、フロースいきますわ。フロースで踊ります。あとはこのチェインの間に回せるだけ回す。ドゥ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 。でもう溜まってきたらまたアルブムって時短を狙ってもいいかなと思うんで、18秒でこんだけよね。吹雪 OKOKOK。 まだ全然アルブマなくてもいいんで、一応全員に踏みとどは晴れてますから、踏みとどが剥がれた瞬間に行きたいから、そん時に覚醒かアルブムは常に打てるようにゴードンから託しといた方がいいですね。うい、さすがさすがね。ブレイブ入れとるんで、サムライアビで入れとるから、こうチェインの、よし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 、チェインの攻撃回数を増やしたいんで、炎をアルブムやな。もうアルブムの時間です。メルトン、よしよし、ちゃんまり強え。で、アースブリンガーで、これアルブム見ます。アルブムっといて、
で、こっから総攻撃。えい、ナイスフィリオ、フリオくんいいね。さっきまで、ただのポンコツでした。えい、おいおいおい、今までの鬱憤を払うかのような、攻撃の手数の多さ。メテオ。これでも攻撃回数が、チェーン数は稼げるんで、このチェーン数は稼げるっていうのがでけえ。結局バーストしてもするのはメルトンなんですけどね。フロースで踊って、アースブリンガーですね。よし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 。ガンガン託してアルブムして短縮短縮っすね。アビリティが足りるか問題もあるんですけど、ゲージさえうまくたまれば、生ききれる気はするが。マリアちゃんもメルトン使えないんで、バーストの方で攻撃しましょうか。言うてまだ半分ありますからね。強え。マリアちゃんは完全に覚醒してます。次はまた削らんといかんっすね。デスペルをかけないといけないんで。よし、この工程のが2回入るとでけえ。吹雪アルバムマスクか。もう全然ゲージは溜まりまくってるんで、全然アルバムで OK っすわ。使わんと使え、使わんと使わんと。他誰に回すかな。工程、そうですね、もう皇帝が使えないんで、皇帝にゲージ回して超絶打ってもらえますか。意味のもわからんシェルガイ出るし、チャンウラがやることがねえな、こうなると。うわっ、しくった。いや、まあ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 、まあ、全然大丈夫か。危な、危なかった今。フロースで踊るしてから、リジネも入ってるんで、全然大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、危ない危ない。このタイミングでレベルアップをしてきて、フリオくんの攻撃の手数を減らされるのはちょっと辛いっすね。もうまた踏みとどが剥がれてるんで、踏みとどを張り直したいけど、ゲージを無駄遣いしすぎちゃったんで、まさかの、無駄遣いしすぎたんで、お年玉使いすぎましたわ。ああ、あるね。覚醒打ってもいいけどね。どうせだったら。うん、覚醒打ちます。あとちょっとなんで、で、これがどうせラストチェインだし、で、なんかあっても嫌だから、これ覚醒打ちますわ。一応もう一回踏みとどを張り直したいんで、終盤の勝負。誰かパターンってなった時の保険にしてたんですけど、まあ、これで回復の回転率も上がるんで、全然全然。この、バニッシュレイド。アビリティが足りるかな。皇帝が使えないんで託すか。ちゃんまり、ちゃんまりと皇帝とフリオくんの火力でなんとかあと17秒で落とし切りたいっすね。チェーン数がまだ重なってないんで、トリニティアース、そんなにいかねえな。もっとガツンといくかなと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしかったです。5、6番ガツンっていくかなちょっと思っちゃったんで。あと一押しなんですけど、もう一押しが足り、届くかなって感じですね。やつ、きついきつい。全体回復でお願いします。ありがとうございます。カントゥース、ありがとうございます。これがでけえ。皇帝でここで入るんですけど、アビリティがもう使えないんで、
ただただ超絶でチェーンを重ねるだけです。フィリオカも行くか。魔石打ってメルトン、チャンウラアルブーム、チャンウラアルブーム、危ねえ。アルブームルはいいんですけど、アビリティ足りるかな。フィリオクのアースブリンガールかなり期待してるんですけど、おっしゃ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 、さっきゴートンから託してたんでもう一発超絶打てた。これはでけえ。足りるかな。親からギリギリのお小遣いしかもらってないんで、ちょっとねび、ちょっとした不都合があったらマジ足りませんでしたとかあるんで、もうケチなんでギリギリしかお金を渡してくんないですからね。クース、攻めを選択したんですけど、フリーを組んで回数重ねたいのに、これで、いやもうこれで押し切るわ。下手に、下手なことせんと、フィリオくんのアースブリンガーと、ちゃんまりのバーストで押し切りますか。あと8秒。よしよしよし。いや、きついきついきつい。勝つことはできると思うが、ナイスちゃんまりさん、強いでしょ、あたいのちゃんまり。フィリオくんとちゃんまりでいけそういけそういけそう。アルブまで短縮入れてブレイブ入れて、下手しブレイブよりアースブリンガーの方が攻撃力があるまで あるぞ。アースシェイク、いけ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 、よし、こいつで決まるやろ。いったでしょ、よし。いやー、なんとかなんとかっすわ。いやー、かなりきつい戦いでしたね。